約700キロぐらいですね、走破してきました。でこの車はまあハイブリッドですが、まあ、V6 エンジンのハイブリッドなので、まあ、エンジン自体のパワートルクはありますね。で最近、まあ、新しい、この K プラットフォームと呼ばれる、TNGA が出て、まあ、それの最初の車が、昨年登場したRAV4、まあ、見事に2019年度20年度の、まあ、カーブ材を取得したわけですが、しかし今乗ってる RX でも、まあ、本当にこの車が登場した数年前は、まあ、非常にこう従来のあの SUV とは違って、まあ、特にエンジンのこうグラグラするところがなくてですね、ハンドリングは非常にこう、まあ、引き締まった感じがあったのが印象的だったんですね。でそれまで、まあ、トヨタはそうですね、 NVH のためにエンジンをどう置くかというエンジンのマウントシステムが、まあ、ちょうどこうお椀の上に乗っけたような形になっていたんですが、実際はエンジンがこう振動する、まあ、回転して振動しますから、エンジンのその振動の中心点のところに、まあ、マウント軸を置くというのが、まあ、NVH を減らす、まあ、あるいはそのダイナミックなハンドリング性能との両立においては、まあ、そういうマウント技術が必要だったわけですが、まあ、その施策を施したモデルがこの車ということで、まあ、TNGA のこうベースになったあの非常にこう先進的なあのまあプラットフォームの改良版がこの RX なんですね。まあ、そういう意味ではレクサスのクオリティに見合った走行性能を持ってる、まあ、その辺は高速道路をずっと走ってきて感じましたね。まあ、ただエンジンが V6 ですから燃費的にはまあRAV4 は 2.5 リッターの高速燃焼といわれるガソリンエンジン4気筒ですから、燃費ではリッター12ぐらいと15、6キロの違いはありますね。まあ、とはいえあの中のインテリアとか質感、まあ、そこはレクサスクオリティでしっかり作られています。ただちょっとこうバネ下のブルブルとかですね、ちょっと荒れた路面に入った時のちょっとこう芯の硬いトンっていう乗り心地の荒さとか、まあ、そういったところが目立つので、まあ、あとステアリングもですね、少しあのちょっとひ弱なところもまだ感じられるんですね。まあ、次の RX はこういったところが、まあ、完璧に直ってくると思うんですけど、まあ、それにしてもまあ、高級ブランドのレクサスの中では、まあ、最も実用性に富んだ RX、実は今回サンデスシートの車を持ってきたんですね。でサンデスシートも、まあ、真ん中の2列目がオプションで2座と3人掛けがありますから、ベンチシートが、そういう意味で、2タイプのサンデスシートがある、まあ、分かりやすく言えば6人乗りと7人乗りという意味なんですね。ですから、まあ、通常の2列シートの5人乗りも含めると、まあ、5と6と7人乗りの、まあ、シートアレンジメントが選べる。まあ、最近はやはり、まあ、マツダが3列シートを出したりしてきてますから、まあ、6人、5人乗り以上の、まあ、家族には、まあ、どうしても3列シートというのは魅力的かもわからないですね。ただ車がどうしても大きくなりますから、まあ、普段サンデーシートの車を一人乗りしていると、まあ、ただ空気運んでるだけになってしまいますから、全長を大きくしないでいかにキャビンを、まあ、ルーミーに3列に作るかというのも、まあ、これからの SUV の大型 SUV のあるべき一つの姿かなという感じがします。このレクサスは実はミシュランのスタッドレスされています。私も大きい SUV 持ってますが、まあ、車両重量の大きい車はやっぱりミシュランのスタッドレスの方がタイヤのまあブロック剛性が高くて高速道路安心なんですね。どうしても日本のスタッドレスはまあ北海道のアイスバーン専用に作られているところがありますから、高速走行、まあ、舗装路の高速走行が物足りないし摩耗も早いんですね。という意味でまあレクサス級 あのプレミアムな大型 SUV にはもう本当にミシュランをお勧めしたいと思うんですね。国産でこういうスタッドレスというのはないですね。どうしてもアイスバーンの性能ばかり、まあ、追いかけていく傾向にありますから、まあ、オールラウンドで見ると、
ミシュランのスタッドレスは使いやすいですね。